ボツワナはアフリカ大陸南部の内陸国である。独立後のボツワナの国土平坦な高原の国であることがわかる。社会的インフラは南東部の南アフリカ共和国との国境地帯に限定されている。カラハリ砂漠の分布域中心域と周辺域はまっさにボツワナの国土と重なっている。ボツワナの歴史ではアフリカ南部の内陸国ボツワナ共和国の歴史を扱う。 ボツワナは歴史的には他の大陸やアフリカに起こった帝国との関係が薄く緩やかに独自に発展してきた。北のコンゴ諸王国のほかイスラム商人が訪れるアフリカ東海岸との間にも山岳地帯が広がりほとんど影響を受けることがなかった。アフリカ大陸の中でも特に辺境であると言えるだろう。一方、一帯では少量ながら金が算出するため、 唯一、東のジンバブエに栄えた、小王国との交流は進んでおり、安定した社会が形成されていた。ボツワナの運命を変えたのは、ヨーロッパ人の侵入であった。入植地としては、地中海沿岸を除くと最も古く、オランダ系のボーア人の破壊と侵略を受ける。次に、ドイツの登場に危機感を抱いた、イギリスの保護下に入った。19世紀に至ると、 アフリカ人同士の戦争の影響を強く受けた。イギリスの植民地経営が帝国主義的な色彩を強める中、セシル・ローズの政策により、ボツワナ周囲の植民地すべてが搾取の対象となった。しかし、ボツワナは資源に乏しく、厳しい風土、他の植民地との位置関係、ヨーロッパ人同士の対立から19世紀後半のアフリカ分割においても、 積極的な獲得対象とはみなされなかった。南部アフリカ地域は鉱物資源の種類に富み採掘量が多いため、第二次世界大戦後はアフリカ大陸でも最も独立が遅れた地域となる。同時に周辺国すべてが白人市場主義を歌うアパルトヘイト体制に移行し、南アフリカ共和国などの破壊工作を受けるようになっていく。 現代に至ると新たな鉱物資源の開発と経済運営に成功し、アフリカの優等生と呼ばれるようになった。ボツワナの歴史を理解するには、ボツワナの国土についての知識が必要である。ボツワナの国土は、びつな五角形をなしている。標高は1000メートル程度であり、四方の土地に比べると標高が低い平原の国である。面積は60万平方キロメートルであるものの、 国土の南東部を中心としたカラハリ砂漠とその周辺地帯たるステップが大部分を占める。降水量は農厚には全く不十分であり、国土に占める高地面積は2002年においてもわずかに0.7%。主な産業は長らく牛の放牧であり、45%の土地が放牧地として使われている。現在のボツワナの国民のうち95%は、 万通系のツワナ人である。この他、人口の4%を占める少数民族のサンと、恋が居住する。アフリカ大陸の国としては、珍しく、一つの民族が大多数を占めている。このような民族構成になったのは、紀元500年頃からである。サンの岩面画の霊中央に、ドラムが、周囲に戦士が描かれているようだ。南部アフリカは、 ヨーロッパ人が侵入するまでは無文字社会であった。したがってヨーロッパ人登場以前の変年構成は不可能であり、歴史のないアフリカという表現は一面では正しい。しかし、交渉伝承や考古学的な異物、DNA の比較など様々な補助的な手法を取ることで歴史を再構成することは可能である。マズさんの歴史を紹介する。ボツワナ、さらに、 アフリカ南部のほとんどの地域における先住民族はサン、いわゆるブッシュマンである。サンの言語である。ク語ではサンを、ズートワシすなわち、真の人間と呼ぶ。ツワな語ではサンをサルワと呼ぶ。サンは交渉伝承をほとんど持たない。祖先を崇拝せず直接記憶に残る親族より古い、物の記録は残さないし、高級的な墓を持たず、偉人や偉大な祖先を称えることをしない。 特定の未来を表す単語を持たず、小読みを用いず、4以上の数を数えない。徹底した平等主義者であり、集団内部に職業集団などの階級はなく、リーダーもいない。父と父の兄弟、母と母の姉妹を区別しないため、出自集団もなく、従って、部族、士族といった3内部の共同体組織、組織化された社会集団も存在しない。 さらに物質的な蓄積に関心がないため、村を作らず、獣を刺激せず、直接背負える道具以上の家財も持たない。このため研究が難しい民族でもある。ただし以上のような特徴からサンが野蛮であると判断するのは壮景である。サンは現実を最重要視する民族であり、厳しい生活環境に適応する知識、技術に特化していると言える。 集団の力で生きるツワナ人が餓死してしまうような歴史に残る干ばつの都市でも産は影響を受けない。蓄えもなくツワナ人よりも過酷な環境に暮らしているにもかかわらず。これはサバンナの樹木一本一本を固有名詞で呼び砂漠に住むすべての生物に関する知識とこれを生かす技術があるからだ。例えばたった一人で射程数メートルの弓のみを使って 大型の草食動物を倒し、地中の昆虫を試行錯誤することなく直接掘り当て食料とすることもできる。文字を持たず、交渉伝承を重視しない山の歴史を知るには、岩壁に描かれた絵画、岩面画が役立つ。現在のタンザニア、ナミビア、南アフリカ共和国を結ぶ三角形に囲まれた地域において3000カ所にも及ぶ山の遺跡が残っている。 遺跡に残る絵画が岩面画である。岩面画の総数は10万点を超える。最も有名な岩面画は、ボツワナ西北部のツオディロ丘陵,陵に残る2000点の絵画だ。ツオディロ岩面画の年代については、放射性炭素年代測定により、紀元前4000年と計測されている。他の地域にある最初期の遺跡は、約2万5000年前と考えられている。興味深いことに、 最も新しい岩面画にはヨーロッパ人が登場する。デスモンド・クラークの石器時代の美術によると1869年にゴーウという名のサンロ画家がボーア人の対アフリカ人戦闘部隊に受けた攻撃に関する絵を描いたのだという。現在生存しているサンロ画家はいないが当時は角で作った絵の具つぼを 腰の周りにずらりと釣った画家が何十人も知られていた。以上から断続的とはいえ6000年以上に及ぶ記録が残っていることになる。ナミビア側のカラハリ砂漠の風景ボツワナ側はより乾燥している現在のコイサンゴ族とニジェールコンゴ語族の分布コイサンゴ族は主にボツワナに広がる。一方、バンツー五族はアフリカ中部、南部のほとんどを占める。 アダマワコーチは、アフリカ西岸のくびれ、赤色と大々色の境界のすぐ北に位置する、最初期のイの岩面がには、アンテロープなどの野生動物のほか、ダチョウや魚、ヘビなどの狩猟対象となる動物や薬草などが、主題となっている。現実には存在しない、架空の動物も登場する。幾何学図形や手形も残る。手形は重要である。なぜなら、 岩面顔を残したのが三であることがわかるからだ。時代が下ると舞踊、楽器、呪術儀式が現れる。さらに北方から移動してきた万通系民族と彼らの家畜が現れる。これは西暦500年以降のものだ。最後に鉄砲を持ち上場したヨーロッパ人が主題となる。絵画の様式も輪郭のみを描いたものから単色の絵画、二色の絵画、 多数の顔料を用いた絵画、光の効果を含んだ絵画というように順序立てて発展していく。山の生活域は当初は鯉と重複していたが、牛などの家畜を所有する鯉と狩猟生活のみに依存する山に次第に分化していった。現在のボツワナに当てはめると特に乾燥していた南西部と北西部に山が比較的湿潤な北部と中部は 恋の領域となっていった。恋はアフリカ大陸南端に至る地域に広がっていった。ボツワナの人口の大半を占めるツワナ人はバンツー系民族に分類されている。バンツー系民族は現在ではアフリカの中部、南部を中心に面積にしてアフリカ大陸の1、3を占めており人口も4500万人を数える。しかし本来は 狭い地域に限定して居住していた。アフリカ中央部、現在のカメルーン北部アダマワ高地が本来の領域である。バンツー系民族の拡散は急速に起こったことが分かっている。西暦100年頃当時のアフリカ大陸中央部において気候パターンが急変し、急激な乾燥が進んだ。農耕民族であるバンツー系民族は移動せざるを得なかったが、 北方はより乾燥しており、何かしか道がなかった。エジプトでは、紀元前には、豊富に見られたライオンなどの野獣が、この頃急減し、珍しい見せ物の対象となったことが、文字による記録に残っている。西暦500年、アダマは高地からの移動開始後、400年が経過し、万通系民族が 6000km に及ぶ、移動の果てに、アフリカ最南端に到達した。 彼らの知識により1000年頃から1300年頃にかけてボツワナにおいても複数の鉱山が開かれ内陸部から東海岸に至る交易路が維持されるようになった。交易品は金、銅、鉄、造下である。ただし交易の中心となっていたのは東に隣接する諸那人のモノモタバ王国、現在のジンバブエであった。ボツワナは依然、 バンツー系民族にとっては、辺境地域に過ぎなかった。バンツー系民族は、農耕民ではあるが、牛を飼育し、製鉄技術を身につけていた。現在アフリカ南部のステップ地帯に見られるバオバブの木もバンツー系民族がもたらしたものの一つである。現在では、言語が600にも分かれているが、移動が急速に進んだことから変異が少なく、最も離れた。 言語同士でも意思の疎通が可能である。万通書語の特徴は多数の名詞クラスを備えること、音調言語であることである。名詞クラスとはドイツ語の女性名詞、男性名詞、中性名詞のように名詞がいくつかのクラスに分類されるものを指す。600の言語には合計23の名詞クラスを数えることができるが、ツアナ語にはそのうち19の 名詞クラスが保存されている。残った名詞クラスは他のワン書ごとの類似性が高い。音調言語とは単語のすべての意味単位が音調と結びついているものを指す。西アフリカに顕著であるが音韻の皇帝を太鼓で再現し、地下や歴史を太鼓だけで語れる点もツワナ語に共通である。鉄器の電波を調べると、アダマは高知では紀元前500年に すでに利用されていた。熱帯雨林の今後盆地を紀元100年頃通過すると、ボツワナの北の国境ともなっているザンベジ川へはほぼ同時に敵機が伝わっている。移動速度自体は大きかったが、熱帯雨林が天然の大障壁となっていたことがわかる。ボツワナの南の国境であるリンポポ川へは、紀元400年に伝わっている。カラハリ砂漠は、 熱帯雨林と並び、横断することが難しかった。ボツワナの畜牛は、サンガ牛とコブナシ牛と呼ばれる品種である。コブナシ牛は、サハライ北の世界で、紀元前3000年以上前から飼育の対象となっていた。これが紀元750年頃、ボツワナに伝わっている。その後、エチオピア原産のサンガ牛が伝わった。人の遺伝子の変異を調べると、 現在、ボツワナに居住するツワナ人は、カメルーン近辺のバンツー系民族と、エチオピア、スーダンに居住するナイルサハラ語族のない、ロート人のほぼ中間に位置することが分かった。以上の証拠から、バンツー系民族のアフリカなんかは2杯に分かれており、一つは、直接コンゴボンチを越えて一直線に南下し、もう一つは一旦東に移動した後、 アフリカ地方体添いに南下したと考えられている。バオバブの木は南部アフリカを特徴づける樹木である。バオバブの木はバンツー系民族においては重要な人物の墓の代わりに植樹されることが多く、村に一本は備わっている。したがってバオバブの年輪を計測することができれば年輪年代学の手法を用いてバンツー系民族の歴史を変幻構成できる。 可能性がある。しかし、バオバブを切り倒すことは非現実的であり、自然に倒れることもないため研究は進んでいない。モロコシは現在のボツワナの穀物生産のうち3、4を占める。モロコシの原産地は、アダマワ高原からエチオピア北部に至る地帯が原産地である。モロコシの電波は早く、紀元前千年には現在のジンバブエを中心とした地帯に伝わっている。 このため、アフリカ大陸で生産される三大変種の一つとして確立している。もろこしの電波だけは、万通系民族によるものではない。現在のボツワナの国民は、人口の4%を占める少数民族の3と、濃い95%を占める万通系のツワナ人である。ツワナ人の交渉現象によると1250年には、 現在の南アフリカ共和国トランスバール地方で農耕を主として居住していたことが分かっている。1400年には初めてバツー系民族の一つカラハリ族がボツワナに侵入し定住を開始した。1600年にはツワナ人がボツワナに移動を開始、1800年にはカラハリ砂漠を境としてボツワナの中部、南東部の広範囲に定住した。 ボツワナにおいて、ツワナ人の農耕と交易を妨害する者はおらず、ツワナ人は次第に豊かになっていった。しかし、ボツワナの気候風土は厳しく、人口の集中を許さない。このため、万通系民族の伝統である、大家族ではなく、家族集団を中核とした拡散した社会が築かれていった。ツワナ人は自らを八つの部族からなると主張する。カトゥ、クーエナ。 クガトゥラ、タワナ、ロロン、ングワケツェ、ングワと、ンデベレである。彼らの部族意識は強く、互い2200年に及ぶ交渉現象を競っている。ツワナ人社会は、部族の長腰を中心とする集権型社会である。腰は、部族の法を定め、裁判を行い、他の部族との交渉を行った。腰は不敬である。 腰の権威は強かったが、ことを唱えることができないほど、独裁的ではなかった。例えば、腰による裁判においても、まず部族の法廷交代で討論を行い、判決のみを腰が下すというものであった。各村が交代を持っており、交代制度は21世紀の現在まで継続している。腰の下には、腰の親族が占める貴族階級が形成されており、この下に、 ツアナ人からなる大多数の平民が属していた。ツアナ人は奴隷を持たなかったが、ツアナ人に使役を命じられる階層として、他の万通系民族のうちツアナ人に征服された、ものの他、恋や山の一部も含まれていた。主に、農作業や放牧、狩猟に従事していた。このようにして、ツアナ王国が次第に形成されていき、北部の家族、北東部のカランガ族を従え、 現在のボツワナ全域を支配していた。ツワナ人とサンの間には長い交流があり、物資の交換、労役の提供などのつながりがあった。南部アフリカに限らず、このような場合は互いの言語に影響が蓄積されていく。軽微なものでは外来語であり、交流が深まると、ピジン言語、さらにはクレウォール言語の発生に至る。しかし、ツワナ人とサンの間には、 このような言語の浸透が起こっていない。人口の面から圧倒されてもおかしくないサンガーも、小井ン語族に属する独自の言語を残している。これがなぜなのかは分かっていない。オカバンゴ出現に咲くハスボツワナ北東部に位置するオカバンゴ出現は、ボツワナの大部分とナミビア、アンゴラに広がるオカバンゴ川水系の末端に広がる。アフリカ南部に最初に到達したヨーロッパ人は、 ポルトガル人である。1488年にバルトルメウディアスが希望峰を超え、1498年にはバスコダガマがインド洋を北上し、コルカタに到達した。ポルトガル人はインド洋航路の補給基地としてアフリカ大陸の東に浮かぶモザンビークトンボラ、王国が栄えていた現在のアンゴラの中心に召喚を設置した。ポルトガル人は アンゴラ内陸部を探検し、植民の5年後に奴隷貿易を開始した。1580年に始まった奴隷貿易は1863年に廃止されるまで持続した。同じくポルトガル領であったブラジルの農園へ大量の奴隷を送り込む必要があったためだ。奴隷の輸出量はアフリカでも最大であり、アフリカに由来する全奴隷の1、3の輸出を誇っていた。 アンゴラとボツワナは、隣国同士であり、ポルトガル人の探検隊も南西に向かって、ボツワナへと進んでいった。しかし、ルワンダからボツワナへの道は交通路、交易路として全く用いられておらず、交通条件は劣悪であり、1854年にデイビッド・リビングストンが初めて踏破するまでは用いられていなかった。このため、奴隷貿易の中心地は、 ナミビア北部となり、ボツワナは奴隷貿易の対象とはならなかった。最初にアフリカ南部に定住したヨーロッパ人はオランダ人である。1602年にオランダ東インド会社を設立すると、1652年には現在のケープタウンに近いテーブル湾に中継点を設置した。インド洋航路の維持するための補給所、避難所という位置づけである。この時、 オランダ人は恋に出会っている。1657年には農業を開始、その後移民費用をオランダ東インド会社が負担することになると移民の数は急増。1708年には1441名を数えた。地中海岸を除くとヨーロッパ人の移民としては最初期のものになる。移民の中核はオランダ本国の農民である。ケープ植民地は ドラケンスバーグ山脈の死脈の一つ、ボッシュベルグ山脈の港田幅 1000km の範囲に広がっていった。ここで、ボーア人とサンガで会う。オランダ人の植民地は永続しなかった。三次にわたるエーラン戦争の結果、オランダの海上貿易が衰退、1794年には、オランダ東インド会社自体が倒産してしまう。本国からの支援が得られない。 ケープ植民地は1795年、反乱を起こすが、オランダは反乱を鎮圧することもできなかった。ナポレオン戦争を戦っていたイギリスは、ケープ植民地の支配権がフランスに渡ることを恐れ、同年にケープタウンを占領。その後、1803年から3年間、一時的にオランダ支配が戻ったが、1803年に始まった。 イギリスとフランスの戦闘により、1806年にケープタウンを再占領し、1814年にはウィーン会議の議決によりケープ植民地がイギリスに譲渡された。ツール王国の釈迦をイギリスは、オランダ人の心境の自由を保障し、オランダの法律も一部残した。オランダ語の使用も認めていた。ケープ植民地内部は平和であった。それとは逆に、 ボーア人はボツワナにこそ到達しなかったが、甚大な影響を与えた。まずボーア人の連れてきた家畜が問題となった。当初鯉ヤサンは、ボーア人の家畜を野生動物とみなし、狩猟の対象としたからだ。サンは使役できないため抹殺の対象となり、ボツワナ西部のカラハリ砂漠に隠れることになった。鯉は、自らも家畜を所有していたため、サンのように移動はできない。 三とは異なり、ボーア人の土地所有も認めなかったため、虐殺の対象となり、わずかに残ったものは、ボーア人の奴隷となった。ケープ植民地に暮らしていた、デベレ人など、ンツ通系民族は1820年頃から次第に、北に追いやられていき、ボツワナとの境界となっていたリンポポ川を越えてさらに、北に移住せざるを得なかった。次第にボツワナの人口は過剰となり、 万通系民族同士の抗争が激しくなっていく。ケープ植民地の最前線、現在の南アフリカ共和国東部のダーバン周辺を国土としていたズール王国では、1816年に釈迦王が即位する。釈迦は王となる以前から国土を拡張する計画を持ち、独身の青年からなる軍隊を組織した。最初の標的となったのは、ケープ植民地ではなく、 ズール王国の西や北に隣接する他のアフリカ人である。1820年から1830年にかけて、ズール戦争が拡大し、現在の南アフリカ共和国に居住していた、ツワナ人のほぼすべてがボツワナ及び隣接地域に逃れることとなった。ツワナ人は、この時期をディファカネと呼んでいる。ボツワナを訪れた最初の宣教師は、 プロテスタント系のロンドン伝道教会に属していたロバート・モフェット1820年のことである。しかしツアナ人への布教は失敗に終わった。ヨーロッパ人はイスラム以外のアフリカ人は抽象的な思考を持たずキリスト教の福音をすぐさま受け入れると考えていた。しかしツアナ人においては生命力概念を中核とした人間中心の万通哲学に通行しており、 生活習慣、文化と密接な関係を持っており、これを退りけることは難しかった。20世紀末の現在においても統計上は、国民の60%がキリスト教徒となってはいるが、定期的に教会に顔を出す者は20%以下であり、どのような宗教的な助言を受け入れるかという視点から、見ると大部分が伝統的宗教に属する。宣教師、 探検家のデイビッド・リビングストンをヘッドの後を継いだのは義理の息子であるデイビッド・リビングストンであった。リビングストンは他の探検家、選挙者とは異なり、少なくとも表面的にはアフリカ人と対等に付き合った。1857年に出版されたリビングストンの南アフリカにおける不況のための旅と探索によると、 1852年にベチュアナビトが領域防衛、奴隷狩り阻止のため、指導者セチュレのもとに、ーア人との最初の戦闘を起こし、ボーア人を撃退した。ボーア人はリビングストンがツアナ人を先導したと疑っており、彼の資産を奪い、書物を盗み出したともある。リビングストンはツアナ人と良好な関係にあり、直接的な報復を受けなかったのは、 ツワナ人による、非護のためだと考えていた。これと前後して、八部族の一つ空営なの主張しけれ一世は、リビングストンから洗礼を受けキリスト教徒となった。しけれ一世は、宗教人からというより、イギリス人を頼り、なんとか、ボーア人と対抗することを考えていた。リビングストンの逸話に描かれている、ボーア人は、ケープ植民地内で農耕に従事していた姿とは、 大きく異なる。このような変化は奴隷に関するイギリスの対応が変化したことに原因がある。1828年には、ケープ植民地における、非白人の強制労働が禁止された。農作業の労働力として、黒人奴隷を支援していた、ーア人は打撃を受ける。1834年には、イギリス帝国内部に限定されてはいたが、奴隷制度自体が廃止されてしまう。 イギリスの対応は1807年の奴隷貿易廃止から一貫しており、もはや覆すことは難しかった。ボーア人を怒らせた二つ目の政策は、ケープ植民地における土地の私有化である。従来のボーア人農業は、植民地当局から借り受けた農地を過剰な農業、放牧によって短期間に農業が維持できなくなるまで使い潰し、 次の農地を借りて移動するというものであった。土地の私有化が進むと、このような短期間に利益の上がる農法は維持できない。ボーア人はもはやイギリス統治下のケープ植民地では生活ができないと考え、1835年、突如大集団を形成し移動を始める。彼らの心の支えはオランダ改革派協会であった。 自分たちを神に選ばれた先民であると信じ、猛マイムチ、劣悪なアフリカ人を征服することが疑いなく正しいと思い込んでいた。彼らが移動した先の土地は自動的に神に与えられた土地となった。彼らの土地に住むアフリカ人は、防ア人が慈悲で居住を許しているのであり、その代わり、必要に応じて労働力を提供しなければならないという論理を貫いた。 ツアナ人をはじめとする現地住民は、ほとんどの場合、財産を捨てて逃げるか、下記で武装した農民に従わざるを得なかった。現地の諸民族は、釈迦王の攻撃からまだ5年しか経過しておらず、統制が取れていないため、集団で対抗することもできなかった。この頃には一部のボーア人は自らをアフリカーナーと呼ぶようになっていた。 これまで障壁となっていたドラケンスバーグ山脈を越え、ボツワナに隣接するトランスワール地方に移住していく。アフリカーナーは4年を要したこの移動のことを、グレート・トレックと呼んでいた。移動手段は牛車であり、数百家族に及ぶ行列を形成した。シャカ王はすでに没していたが、ズール人の攻撃を跳ねのけた移動は、犠牲も大きかった。 1850年のアフリカ大陸の地図中央部は、以前空白のまま残っているアフリカーナーは、ズールー族を駆逐し、移動を停止、1839年にナタール共和国を建設する。しかし、これは1843年のイギリス軍の侵攻により追える。ボーア人はさらに内陸部へ移動し、1852年にトランスバール共和国を、 1854年にオレンジ自由国を設立、イギリスも両国を承認した。アフリカーナーとイギリス人の間で鉱山の領有権の争いが起きると、ツワナ人に対する攻撃はやみ、1850年から1860年にかけてボツワナにも平和が訪れた。1869年のスエズ運河開通を受け、ケープ植民地の位置づけも変化していく。 攻撃の中継点から工業の中心地となっていった。ツワナ人は一時の平和を信じていなかった。いずれアフリカーナーによる攻撃が再開することを予期し、定住地域を調整しつつ、ヨーロッパ人からライフル銃を購入し武装した。ツワナ人の予想通り、1870年を過ぎるとアフリカーナーの膨張が再開した。トランスバール地方のみならず、 北西のリンポポ川を越えて、さらに北方の領有権を主張し始めたからだ。ボツワナの主要な高地と人口密集地帯は、リンポポ川の北岸に広がっていたため、ツワナ人は窮地に立たされた。高原を形成していたトランスバールとそこから、緩やかに下っていく平原は一体であり、侵入を防ぐ天然の防壁は存在しない。このため、当時の最大部族であった、 グワト族の首長カーマ三ー世はイギリスに保護を求めた。しかし、砂漠とステップ地帯だけが広がるボツワナを守る利点が、イギリスには存在しなかったため、保護は得られなかった。ナミビアの一東へ細長く伸びているのは、カップリービカイロ廊ナミブ砂漠の砂丘350メートルという、高さは世界でも最も高い。平原が広がるボツワナのカラハリ砂漠とは、対照的な眺めである。 ちょうど良いタイミングで状況を救ったのがドイツの動きである。1871年のプロイセンによるドイツ帝国成立を受け、後発ながらアフリカの植民地化を開始したドイツは南部アフリカに取り残されていた現在のナミビアに目をつけた。ナミビアは南極寒流から北上するベンゲラ海流の影響を強く受け、沿岸にはナミブ砂漠が広がり、 不毛の土地と考えられていた。唯一、中央部沿岸の領幸、ウォルビズベイが1878年に、イギリスのケープ植民地の飛び地として成立していた。1883年、ドイツの貿易省、アドルフ・リューデリッツは、地元の首長と交渉し、ウォルビズベイを除くすべての沿岸の権利を獲得した。イギリスは、ドイツと交渉に入ったが、 ボーア人とドイツ人が連合することだけは避けたかった。イギリスとしては重要な南アフリカを守る必要があるため、ナミビアでは譲歩することとなり、海岸線から統計20度に至る広大な土地をドイツの植民地として認めざるを得なくなった。これがドイツ領南西アフリカの成立である。21世紀に至る現在でも、ボツワナとナミビアの国境のうち約1、には、 統計20度線そのものである。1884年にアフリカ大陸東岸のタンガニー下に権利を得たドイツは両植民地の接続を目論む。1890年には東岸に流れ下るザンベジ川へのナミビアからの回廊をイギリスとの交渉で取得している。結局、長さ4 4 0トル幅3 0トルのカプリービ回廊が当時の そして現代のボツワナの北限となった。ドイツの影響は東側と北側からだけではなかった。1887年、ボーア人のトランスバールとポルトガル領東アフリカ、現在のモザンビークを結ぶ鉄道計画が起こる。モザンビークのデラゴア湾の名前を取り、デラゴア鉄道と呼ばれた。この時、建設資金を提供しようとしたのがドイツである。 鉄道が完成すれば、ボーア人は、ケープタウン港を経由しなくても、鉱物資源を輸出できる。ドイツとしては、イギリス勢力をアフリカ南端に抑え込み、自らのタンガニーカ植民地とナミビアを鉄道で結ぶことができる。ドイツは海軍を動員し、イギリスを牽制した。ボーア人とイギリス人の関係は、良好とは言えず、特にボーア人の国家で、鉱物資源が発見されると、 イギリスの侵略を招いた。これが、ボーア戦争である。第一次ボーア戦争では、ボーア人がイギリス軍を打ち破り、トランスバール共和国の独立を守った。1867年に、オレンジ自由国で、ダイヤモンドが1886年に、トランスバールで金が発見されると、投資も集まり、安定した植民地を形成した。しかし、 第二次ボーア戦争では、イギリス軍のなりふり構わぬ、殲滅作戦を受け、ボーア人は強制収容所に押し込められてしまう。イギリスの行為は、世界的な非難を浴びたが、ボーア人国家の独立が回復されることはなかった。1887年当時のベチワナラ,ランドの地図全体を、ブリティッシュプリテクターット・オブ・ベチワナラ,ランドと呼び、南端の桃色の部分を、 クラウンコロニー・オブ・ベッチワノ・ランドと分けている。桃色の部分は後に南アフリカ共和国の領土となった。それ以外の部分は現在のボツワナのうち約1 2、南部のみを含んでいた。保護領の北限は南位22度となっており、ドイツ領との境界となっていた統計20度線もはっきり表示されている。南位22度よりも北はネイティブ・ベッチワノ・ランドとある。 コム、エスカントリー、つまり、カーマ三世の土地であるという表記も見える。急速に勢力を伸ばし始めたドイツに対抗するため、1885年、イギリスは一旦拒絶した、カーマ三世の保護要求を受け入れている。同時に、他の七市長に対しても保護を通知した。イギリスは、ツアナ人の領域、すなわち西のモロポ川の北岸から始まり、 東のリンポポ川の北岸を南限として、これより北をベジュアナランドと呼び、保護領とした。イギリスは土地の所有権は主張せず、アフリカーナーの土地に対する要求も認めなかったため、ツアナ人の土地が守られたことになる。イギリスの興味は税金のみにあった。ボツワナから収益を上げることは考えておらず、保護領を維持するだけの税金で満足していた。イギリスにとってはボツワナは単に、 ケープ植民地を守る天然の防壁に過ぎなかったからだ。ツアナの腰にとっては話が違う。自らの年貢の権利が侵されるからだ。しかし、ボーア人の侵入を抑えるためには仕方がなかった。カヤマ三世は年貢よりモングワトに対する干渉と南アフリカへの併合を恐れていた。アフリカを股にかけるセシルローズ1905年の アフリカ南部近郊の位置が金色で示されている。次に、ツワナ人の前に現れた敵は、ケープ植民地の政治家、セシル・ローズである。ローズはイギリスに生まれ、ケープ植民地に渡って財産を築き、国王から地域の統治責任を賜った特許会社である、イギリス南アフリカ会社を設立した。ローズは、地中海に面するエジプトのカイロから、 アフリカの南大ケープタウンに至る鉄道を建設し、アフリカ大陸を縦の線で支配することを考えていた。ローズは帝国主義的な領土拡張、フランスに対する対抗を第一の使命としていたからだ。まずは、ケープ植民地と1889年に、ローズが権利を獲得したばかりの南ローデシアを接続しなければならない。 こうなると真っ先に標的になるのが、ケープ植民地と南ローデシアの間に横たわるベチュアナランドである。ローズとしても安価な鉱山労働者の供給源である、ボツワナとの直接的な紛争は避けたかった。そこで、イギリス本国に対し、ベチュアナランドをローズの支配下に置くことを提案した。ローズがベチュアナランドを支配すれば、アフリカ南部における、 イギリスの権益が確実になるというのが理由である。1894年、イギリスがローズの提案を受け入れる計画が明らかになると、翌年、カーマ3世、クーエナの主張セベレ、ングワケツエの主張バトエンの3人が、直接、イギリス本国に抗議のため渡航する。政府はもちろん、国境界や、当時ようやく運動となっていた。 アフリカ人の土地所有を認めることを主張する団体を訪れ、影響を与えることに成功。ローズにベチュアナランドの権利は与えられなかった。しかし、東部ベチュアナランドのごく細長い土地が、ローズのイギリス南アフリカ会社に譲渡されたため、鉄道自体の建設は進められた。同年、ドラケンスバーグ山脈の広報コンパス山の北 100km に、 位置するドアールからダイヤモンド採掘の中心地、キンバリー、プレトリアの東 200km に広がるマフェキンを経由し、現在ではジンバブエ第二の都市に成長したブラーヨに、至る鉄道が完成。1897年には、東海岸のベーラ号へ向かう鉄道と接続した。イギリスは一時的に後退したものの、ベチュアナランドを放置するつもりもなかった。時期を見て、 ケープ植民地に併合する計画であった。しかし1910年にアフリカーナーが南アフリカ連邦を形成、同年、ベチュアナランドを一方的に併合してしまう。カーマ3世と他の市長は再度イギリスに保護を要請した。当時すでに南アフリカ連邦内でアフリカ人の諸権利を制限、剥奪する法律が続々と制定されていることに気づいていたからだ。 結局イギリスはアフリカアナーガーから何度交渉を持ちかけられても南アフリカ連邦によるベチュアナランドの併合を認めなかった。しかしここに至ってもイギリスはベチュアナランドにおける植民地経営には関心がなかった。ローズが建設した一本の鉄道を使うだけでベチュアナランド内部を相互接続する鉄道、道路の整備には関心がなかった。 ローズが引いた鉄道の営業キロ数の推移を見ると、当初634キロメートルだった鉄道は1921年に管轄がローデシアからベチワラランドに移管された時点で全く伸びていない。1966年に独立した当時も同じ営業キロ数である。イギリスは産業の育成、教育や医療の普及には全く取り組まず、植民地政府すら置いていない。 1891年から1963年までイギリス高等弁務官は南アフリカのマフェキンに泊まったままだった。イギリスは都市も建設していない。現在のボツワナの首都ハボローネは1880年代に外人トゥロクワ族の村として始まった。たまたまローズの鉄道が4キロメートル西を通過し、駅が置かれたため、1962年には、 人口が4000人まで増えてはいた。しかし、鉄道駅以外の社会的インフラは備わっていない。水が豊かであったこと、他にめぼしい都市がなかったことから1963年に将来の首都として選ばれている。結局のところ、イギリスの保護領ベチュアラランドに対する視点は安価な労働力の供給源というものに過ぎなかったのだ。1910年当時人口10万人を、 上回っていたアフリカ南部の都市は南アフリカのケープタウンとヨハネスブルグだけであった。ヨハネスブルグは現在に至るまで鉱山都市である。工業を成立させるためには多大な資本投資が必要であり、多量の労働者を用いるため人件費もかさむ。イギリスは蒸気機関、電力設備などの導入を控え、税金の支払いのためだけにベチュアナランドから働きに出てきた。 ツワナ人労働者を酷使した。ベチアナランド内に産業はなく、ヨハネバーグまでは国境から2 0 0トルしか離れていない。労働者を運ぶ鉄道もある。ツワナ人に支払う人件費は大半が税金として還流するため、結局、資本を少量投下するだけで貴重な功績を入手できることになる。力で押すだけ、ツワナ人を使い潰すだけのアフリカーナーと比較すると、 一旦現金を支払うことで、ツアナ人の不満をそらしており、巧妙で長続きする支配体制と言えよう。アフリカの植民地化の結果、アフリカ南部は第一次世界大戦の戦場とはならなかった。ベチアナランドの兵士は、イギリス人と共に、ドイツ人と戦いはしたが、ベチアナランド側では、戦闘が起こっていない。しかし、ドイツなどの同盟国側に主権が渡らないように、 するため、イギリスによる独占的な貿易体制が強化された。ようやく出現し始めていたアフリカ商人は権利を取り上げられ、植民地内のアフリカ資本の方がは潰された。ボツワナにとっては西に接するドイツの植民地の動向が暗示的であった。第一次大戦が終了した1915年、成立したばかりのイギリス自治領 南アフリカ連邦軍がナミビアに侵攻し、占領。1920年には占領行為が追認されて、南アフリカ連邦の委任統治地域となった。ツアナ人はもはやヨーロッパ人同士の争いを利用することができなくなった。逆にアフリカーナーか彼らと協調する白人国家に行為されてしまう。イギリスの政策は国際世論の影響を受けやすいため、 第一次世界大戦後は支配するだけではなく少なくとも現地のアフリカ人の意見を集約する常設機関を置くことになった。1919年には現地人審議会が設置されイギリス高等弁務官に対しツアナ人の問題を勧告することになった。当初はベチュアナランド南東部の主張と貴族だけが参加していたが1931年にはタワナが 1940年には最大のグワトも代表を送った。この時グワトから派遣されたのがツケディカーマである。彼は独立後のボツワナ初代大統領セレッツェカーマのおじである。現地人審議会の最大の主張は南アフリカ連邦との併合を阻止することであった。南アフリカ共和国は1934年にイギリス連邦内で独立しており、 すでにイギリスの直接のコントロールが及ばない状態になっていたからだ。南アフリカ共和国は工業から工業へ産業の中心を計画的に移行させていく。第二次世界大戦が始まると、ベチュアナランドの成人男性の5割がイギリスに従い、兵役に着いた。最年少は15歳、上限は44歳である。不評は北、アフリカや中東に派遣され、 イタリア戦線にも参加した。砲兵も編成され、数軸国の航空機を、降射砲で撃墜した者も,もいたという。ツワナの主張も、一族を代表して、外国で戦った。ツワナ人の意識は、第二次世界大戦後、最初に独立を果たしたサハライナンの国家、エンクルマの率いるゴールドコーストと同様の変化を受けた。一族の地位と年貢を維持することに救急としていた。 主張と貴族、税金の支払いだけのために働いていた平民のツワナ人のいずれもが海外での経験を忘れなかった。このままではいずれアフリカーナーの支配下に入ることは明白であり、自らの領域を自らが治めるしか生きる道がない。貴族と平民は協調し、実地を勝ち取ることを第一の目標とした。第二次世界大戦はヨーロッパ諸国と アメリカ合衆国の力関係を完全に逆転させた。1945年時点で全世界の生産力の5割、輸出の3割を占めたほか、金の7割、海外投資の8割弱をアメリカ合衆国一国が保有していた。一方、ヨーロッパ諸国はたとえ連合国の一員であったとしても生産設備に甚大な被害を受けており、購買力はなく、 アメリカに対する多大な債務を抱えていた。ヨーロッパが立ち直るために何が役立つだろうか。アフリカである。地中海沿岸を除けば、ドイツの攻撃をほとんど受けておらず、生産設備、労働力とも温存されていたからである。交易の際に貴重なドルが必要ないことも大きい。イギリスは最大の植民地であるインドに頼れなくなっていた。 第一次世界大戦参戦時に約束していた独立の約束を保護にした結果民族運動が高揚していたためである。インドは第二次世界大戦終結後2年で独立してしまった。こうなるとイギリスにとって南部アフリカの鉱物資源がどうしても必要になる。アフリカに対する搾取は再開された。しかしイギリスは第二次世界大戦開戦初期に アメリカ合衆国と結んだ大西洋憲章の解釈の違いも覚えていた。第3条にある政府形態を選択する人民の権利をアメリカ合衆国側は全世界に適用されるべきもの、イギリス側はヨーロッパに限定されるものと主張していた。イギリスとしてもアフリカの植民地に頼り続けることは不可能だと想定しており、 まず、イギリスに協力的な権力層を人為的に形成し、間接的に独立国を支配する新植民地主義に移行することを考えていた。当時の想定だと20世紀中は旧型の植民地経営が可能だと考えられていた。一方、アメリカ合衆国とソビエト連邦は早急な植民地解消を主張しており、結局はイギリス側の 準備が整わないまま独立した国も多かった。南アフリカ共和国はツアナ人の変化、イギリスの政策転換のいずれとも無関係に人種差別政策を強化していく。独立当初は比較的穏健な連合党が権力の座にあったが、1948年の第20世界大戦後初の総選挙でアフリカーナーが推す国民党が半数を超える。 第一党となったからだ。結局国民党は1994年にネルソン・マンデラが大統領として選ばれる直前まで常に第一党に止まり続けた。国民党は選挙に勝利すると即座にアパルトヘイト体制を確立し、翌1949年には将来の独立を約束していたはずのナミビアを一方的に領土に編入している。 ボツワナ独立の最大の功労者は1921年生まれのセレッツェ・カーマである。カーマ3世の孫であり、生まれながらニングワとの主張の後継者であった。見聞を広めるため、まず、南アフリカ共和国で、次に、イギリス本国で教育を受けた。1948年、カーマはイギリス人女性と結婚する。1949年に、 ベチアナランドに帰国すると王位を継承する手はずになっていたが、偉人士官の結婚を認めない周囲のアパルトヘイト国家が介入をほのめかし始めた。貴族集団やおじにも反対されてしまう。イギリス政府は、セレッツェ・カーマとおじのチェケディ・カーマの対立から、王位継承者のセレッツェ・カーマをイギリス本国に呼び出し、王位を諦めない限り帰国を許さなかった。イギリスは、 アパルトヘイト国家軍への影響力が低下することだけを心配していた。セレッツェカーマが帰国できないことがわかると、ムグワトの植民地政府に対する態度が降下し始めた。1956年に至りセレッツェカーマ自ら、王位の継承よりも自治確立を優先し、王位を諦め、帰国した。同年、ムグワト議会の副議長に就任、1六十二年には、 ベチュアナランド民主党、後のボツワナ民主党を結成した。ただし、セレッツェ・カーマの帰国以前に、ツワナ人の政党活動は始まっている。ヨハネスブルグの聖職者であったフィリップ・ジーマ・マタンテと、マラウイの教師、ケイティ・モツェテは1960年に、ベチュアナランド人民党、後のボツワナ人民党を結成していた。ベチワナランド人民党は、急進的であり、白人入植者の追放。 主張を中心とする伝統的政治体制の打破、憲法制定を主張していた。カーマのボツワナ民主党は当初ングワとの政党であったが、穏健な政策が共感を呼び、全国的な支持を集めた。カーマはヨーロッパに対する反感を頻繁ではなかったが、表明することがあった。南アフリカ共和国への併合を恐れた人々は、カーマの姿勢を評価した。 ベチュアナランドの白人入植者は消極的ではあったが、ボツワナ民主党を支持した。肝心のイギリスもカーマならコントロールできると考えた。1963年、イギリスはベチュアナランド独立の予定を公開。1964年にはベチュアナランドの選挙人を登録した。1965年、ベチュアナランド最初の議会選挙が実施された。 カーマの評判は、よく、彼のボツワナ民主党は8割の票を集め、議会の定員31議席中28議席を、占めた。カーマは、ベチュアナランド最初で最後の首相となり、独立に向け準備を整えていった。バンツースタンのうち最も面積が広かったのは、ツワナ人から構成されていたボブタツワナであった。百七十五年時点の人口二百四万五千人は、 ボツワナ本国の2倍以上に達していた。1966年9月30日、ボツワナ共和国は独立を果たした。初代大統領、セレッツェ・カーマは独立に先立ち、エリザベス女王から直接ナイトの称号を賜っている。だが、ボツワナの独立は、アフリカ53カ国のうち39番目という遅いものであった。理由は、 南アフリカ共和国である。独立後も西と北で接するナミビアは南アフリカ共和国の領土実質的な植民地として残り白人絶対優位の政策が継続していた。南は第二次世界大戦後1990年代に至るまでアパルトヘイト政策を据え続けた南アフリカ共和国本国である。東の南ローデシアは国名からもわかるように セシル・ローズそのままの国家運営を続けており、イギリスの意向を完全に無視していた。つまり、司法を切れ目なく、差別的な白人国家に囲まれていたことになる。ジンバブへの独立は1980年、ナミビアは1990年であり、第二次世界大戦後40年以上も植民地主義的な圧力を受けていたことになる。カーマの政策は選択肢が少なかった。 アパルトヘイト諸国と直接対立すれば交通路は、もちろん、貿易、通信はすべて遮断されてしまう。もちろん、工業製品の輸入、牛の輸出もアパルトヘイト諸国に頼るしかない。カーマはうまく立ち回った。アパルトヘイトには反対し、実際にアパルトヘイト諸国の独立運動を支援しながらも、決定的な経済封鎖に至らぬよう最新の注意を払った。 イギリスにコントロールされることなく、あくまでも関係を重視し、アフリカの他地域の独立国家との通称を進めた。さらに自ら多い継承者であったにもかかわらず、法制度の改革を通じて、主張や貴族の力を削ぐ政策を打ち出した。カーマにとって、ツアナ人にとって幸運だったのが、ジュアネングにおいて、世界最大規模のダイヤモンド鉱山を発見したこと。 さらに独立後の1967年に発見したことだった。独立時点ではボツワナは世界で最も貧しい10カ国に含まれており、100万頭の放牧牛と30万人の単純労働者以外には何もなかった。イギリスの政策により国内のインフラストラクチャは穴きに等しかった。しかし、もし独立以前にダイヤモンドが発見されていれば、 セシル・ローズの時代はもちろん、第二次世界大戦後であってもボツワナは独立どころか、周辺のアパルトヘイト諸国に併合されてしまっていただろう。実際に、重要な鉱物資源を産出する南部アフリカの国は、すべて、南アフリカ共和国の資本の産加に、組み込まれてしまっている。ボツワナの首都ハボローネの衛星写新進星ボツワナに、とって最初の困難は、 南アフリカ共和国との緊張関係である。1970年に至るとボツワナは南アフリカ共和国からの亡命者を受け入れるようになった。アパルトヘイトだとを目指すネルソン・マンデラのアフリカ民族会議と直接協力しないように気をつけていたが、南アフリカ政府は疑惑を理由に陸軍を派遣。国境地帯の戦闘では一方的な殺戮を受ける。 越境攻撃は数字に及んだが、ボツワナは反撃しなかった。次の困難は1972年から1979年にかけて勃発した隣国ローデシアの内戦である。ボツワナに難民キャンプができ、ジンバブエアフリカ人民同盟とジンバブエアフリカ民族同盟の兵士も入り込んだ。このため、国境地帯は何度もローデシア軍の爆撃機による攻撃を受けている。 1980年にジンバブエが独立するまで緊張が続いた。南アフリカ共和国のホームランド政策には対抗しようがなかった。都市を黒人の波から守り、表面的な自治を与えることで国際社会の批判をかわそうとしたホームランド政策は、ツワナ人にも大きな影響を与えている。振り返れば、ベジュアナランドが保護領となった時、 ツワナ人の領域の南端は南アフリカ共和国に分割されていた。ツワナ人の一部、イーア人口にして本国の2倍の人々が独立国となった南アフリカ国内のホームランド、ボプタツワナに閉じ込められていたからだ。不毛の地に押し込められ抑圧された同胞を救うために、ホームランド解放を歌う野党ボツワナ人民党の主張に反論するのは困難だったろう。 ボツワナ第三代大統領フェスタスモハエト、コリン・パウェル。しかし、社会制度の変革、経済運営、外交に関するカーマの政策は評価され続けた。1969年、1974年、1979年の総選挙ではいずれもカーマのボツワナ民主党が議会の過半数を占めた。1980年、カーマはガンにより倒れた。 カーマが偉大な政治家であったかどうかは評価が分かれるだろう。しかし厳しい状況の中でうまく立ち回ったことは確かだ。ダイヤモンド貿易で得た利益を貴族集団には配分せず、武器や兵力にも回さなかった。他のアフリカ諸国が陥った急速な工業化政策にも踏み込まなかった。その代わり、ダイヤモンド採掘、牧畜業以外の産業育成と教育、 特に初等教育の充実にすべて使った。カーマの政策はこうを創し、2000年時点のボツワナの産業人口率は第3次産業が58.6%を占めるまでになっている。識字率も80%に達した。国民一人当たりの総所得は2003年時点で3530ドルである。これはアフリカ最大の工業国。 南アフリカ共和国の2750ドルをも上回っている。ありがとうございます。